はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸2をお送りします。で、前回から等比数列始まってこれで2本目で、今回は問題演習を3問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。もちろん早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は書庫、公費、もう両方出てると。で、その等比数列の第5項を求めようっていうシンプルな問題です。でもこれは書庫と公費、この2つが出てるので一般項出しちゃいましょう、まずね。で、一般項を出すと、一般項は一応書いておこうか。 an イコールA かける R の N マイナス1乗。これが一般項だったね。だからあと当てはめて、 AN イコール3かける、まあ、括弧マイナス2の N マイナス1乗と。で、今回は第5項、まあ、N が5ね、の時を求めたいので、まあ、N5 ってしとこうか。5は3かけるマイナス2の5を引く1なんで4乗になります。で、あとこれも計算するだけね。まず指数が先だからマイナス2の4乗、マイナス2を4回かけます。で、これやると指示16になるのか。だから 3×16 で答えは48とね、これで終了となります。では、じゃんじゃんいきましょう。丸2番で、2番は3つ項が、まあ、K 入ってるけどね、 4K、K-1、 これが等比数列であるとき K の値を求めようと。で、これ等差数列の時もありましたけど、3つ出てて、まあ、それが等差数列だったらこういう条件が使えるよってやつで、今回等比の時は3つね、例えば ABC この順番で等比数列って分かってる時、何が成り立つかっていうと、真ん中の2乗です。真ん中の2乗は両サイドをかけた AC と同じになります。これが必ず成り立つので、ちなみに等差数列の時は 2B、 真ん中の2倍が両方足したもの、つまり 2B イコール A プラス C と一致するってのがあったね。で、今回これが成り立つので、あとはもう当てはめるだけです。で、 B、 真ん中の2乗は K の2乗イコール両サイドかけるから4括弧 K-1 と。で、これ4配ると 4K-4 でしょ。で、それ左辺に全部持ってきてまとめてしまうと K の2乗マイナス 4K プラス4忘れずにイコール0と。で、これ因数分解するとK-2 の2乗となるので、つまり K イコール2でしたねと。これで終了となります。でもって3番ですね。3番は第3項と第6項が出てるのね、2つの項が分かってると。で、その時にその等比数列の一般項を求めよう、まあ、ただし項比は実数とすると。で、これはですね、まあ一般項また使って当てはめていきます。で、第3項、つまり N が3の時20なのね。で、これもともとあるので、この N のとこに3を入れると A かける R の2乗となります。いや、 A 分かってないからそのままだよ。 A かける R の2乗、3引く1でね。で、それが20だから今こうやって20になる。で、もう一個、第6項、つまり N が6の時160です。つまり A かける6引く1なんで5乗が160で、こうやって2つの式がゲットできる。で、あとはまあ連立という言い方でもいいかな。これで解いていくんです、答え A と R を出しに行く。で、どうやるかっていうと、これね、 AR5 乗、こっちをちょっといい感じに分解するので、どう分解するかっていうと、
AR 二乗かける R の三乗って分解するんです。これ AR 五乗をね。でどういうことかっていうと、これ前の動画でもやったように、今 R と R、 これ下の部分が一致してるとき、指数は足し算するっていうのを言ったね。つまり R の二乗と R の三乗掛け算でくっつけると R の五乗に戻ります。肩の数字は足し算するから。で無理やりだから5だったものを2と3に分けたんです。なぜかってこれを使いたいから。 AR2 乗無理やり AR2 乗作りたかったの今こうやって。で作るために R3 乗離したこうやって。で今結局これは AR5 乗と一緒なので160から変わらないでしょ、こっから。でこの AR2 乗のとこに20を代入するんです。そうすると 20R3 乗イコール160、両辺ね20で割ると8となる。で R3 乗が8なので、普通に解いてもいいですけど、3乗して8になるのは何かなって、これちょっと自分の間ね服がめっちゃ反射してた、ごめんね、これちょっと大丈夫かな。で3乗して8になるのは2しかないんです。 2×2 は 4、4×2 は8だからね。マイナス2だと3乗するとマイナス8になっちゃうんで、つまり R は2しかない。で R が2って分かったから、まあ少ないこっちの方が楽だね。 R のところに2を戻してあげると4になって 4A になります。 4A イコール20だから解けば A は5って出てくる。でこれで初項と公費両方分かったから、じゃああと一般項もう書くだけだからね。 AN イコール 5×2 のn-1 乗と、これが一般項となって終了になります。で今ね R が1個だけだったんですけど、例えばこれがね、じゃあ色変えるかおまけだからね、なんかね問題解いてた時に R の4乗イコール16みたいな風になったとします。でこれさっきと同じでね、4乗すると、あと2を4乗すると16になるんですよ。だから R イコール2って言いたくなるんですけど、これプラスマイナス2ね。なぜなら4乗したらマイナスのプラスに戻るんだよね。マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2すると、だからこの場合は R が2つ出てくるので、それぞれ分けて最後答えを書く2つ分ね。でこういうパターンもあるんですけど、今回は3乗だったので R が1個に決まるから、まあこれで OK だよという流れになります。まあこういう時もあるからね、いいかな。では今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回丸3だから問題演習だね、2問か問題演習やっていきます。でその後の丸4から今度和の公式等比数列のね、そっちもやっていきますので、もしよかったらね次回の方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。